ようこそ、ハルフレチャンネルへ。今回は、ASUS VivoBook Pro 16を紹介します。このチャンネルでは、パソコン、カメラ、ガジェットなどを紹介しています。よければチャンネル登録、お願いします。最初に特徴をまとめていきます。VivoBook Pro 16は、OS に Windows 11 Home、CPU に第13世代のコア i9-13900H、GPU に GeForce RTX4060 を採用。メモリは 16GB、ストレージは 512GB SSD を搭載しています。ディスプレイは16型 WQXGA ノングレア液晶で、DCI-P3100% の色域と 120Hz リフレッシュレートに対応しています。ゲーミング向けとしてはもちろん、写真や動画の編集にも最適です。インターフェースは、サンダーボルト4、USB3.2、Type-C、Type-A、HDMI、SD カードリーダー、ヘッドフォン出力、マイク入力などを装備。本体サイズは 355.3×252×20mm、重量は約 1.9kg ですので、クラスの割には軽量と言って良いでしょう。高性能なのに軽さも持ち合わせているのは注目すべきポイントです。その他にも GPU のパワーを最大限に引き出す MUX スイッチを搭載していたり、空間オーディオのドルビーアトモスサウンドシステムを備えているなど、全方位カバー型のモデルに仕上がっています。続いて性能チェックに移っていきます。コア i9-13900H は B コアが6コア、D コアが8コアの計14コアで動作し、デスクトップ並みの処理能力を持った CPU です。パスマークのスコアを見てみると、3万オーバーの数字を叩き出しており、デスクトップ CPU のコア i7-12700 相当のスコアになっています。従来のコア i9-13900H と比較すると、10% ほど高いスコアです。劇的にというほどではありませんが、堅実に性能を伸ばしているのは好印象。より効率的に処理が行えるようになりました。もう少し掘り下げてみましょう。コア i9-13900H とコア i9-12900H を比較した場合、シングルスコアでは従来 CPU が、マルチコアでは最新 CPU が若干高くなりました。デフォルト状態でのテストですので、性能はまだ伸ばせる可能性はあるものの、ちょっと気になってしまうスコアです。薄型ゆえに、何か調整が入っているのかもしれません。続いて、100枚のロー現像処理時間を計測してみました。VivoBook Pro は、2分30秒で処理を完了。やはり、コア i9-12900H より10秒ほど遅くなってしまいましたが、許容範囲というか、誤差範囲というか、そんなこともあるかなという印象です。これくらいの処理能力があれば、日常的にロー現像をしている人でも問題なく使えるはずですし、高品質なモニターで楽しめるのではないでしょうか。動画編集の処理時間も計測してみました。コア i9-13900H と RTX4060 の組み合わせなので、余裕を持った編集を行える印象。少し横を向いている間に書き出しが終わってしまいました。フル HD クラスの編集に留めておくのはもったいないくらいです。ただし、コア i9-12900H と RTX3070Ti 搭載モデルよりは遅くなっていますし、メモリも最大で 16GB なのが欲しいです。FF15 でゲーミング性能をチェックします。RTX4060 搭載なので 4K 標準設定でも普通という結果が得られました。十分に高いゲーミング性能を備えており、ほとんどのゲームを快適にプレイできるはずです。ただし、RTX3070 よりもスコアは低めだったので、やはり調整が入ってそうな印象ですね。設定次第で化ける可能性はありますが。ということで VivoBook Pro 16のメリットは、デスクトップ並みの処理能力、高品質なモニターを搭載、
全方位カバー型のスペック、意外と静か、良心的なお値段などが揃っているところです。クリエイターのメインパソコンとしてはもちろん、ブロガー、ビデオクリエイターなど多くの人におすすめできるモデルです。逆に、デメリットは、ややパフォーマンスを抑えている印象を受けることや、軽いとはいえサイズはそれなりなので、持ち出しハードルが高いこと、メモリが最大で 16GB までになっていることです。どれも強いて言えば、くらいのものですが、総合的に見ても、VivoBook Pro 16の完成度は高く、プロクオリティのモニターや、基本性能の高さなどは、お値段以上の価値があると思います。作業に、スピード感と正確性を求めている人におすすめですよ。今回の動画は以上になります。チャンネル登録、高評価していただけると喜びます。Twitter やブログもやっています。概要欄からぜひチェックしてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。ではでは、また次の動画でお会いしましょう。